いいっすね。ここ。何？やば。これ何？これレ？これレ。この番組は。はい、皆さんどうもこんにちは。マイスクリーム講師のデスノイさん、まあ、ほんと今日はなんと白洲田のおしらさんに来ていただいてます。おしらでーす。ごめんなさい、ありがとうございます。同業者ですか？めっちゃボイストレーナーやっております、よろしくお願いします。広く同業者です。広く同業者でございます。あとめちゃくちゃ一緒に筋トレをやっております。週一だってもんな。いや本当にそ そうです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつもありがとうございます。以前あのおしらさんのチャンネルの方で、はい、コラボさせていただいたんですけど、はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。歯当たりのね、そう、歯当たり2億センチの、はい、解説動画だったんですけど、おしらさんといえば、はい、リアクション動画、そうお家芸パイオニアなんですよ。実はこれ本当にこれマジでこれマジで YouTube から表彰されていいレベルのパイオニア。いけいけリアクションです。今日はリアクション動画、ね、そうなんですよ。何やるの今日は。これやるの、はい、ドドンってことでですね、はい、虹色侍のズマさん、はい、それからユーリさん、はい、このお二人による怪獣の花唄のデュエット、すごい並びでございますね。しかも一発撮り、一発撮りね、一発でやっちゃった。すごいね、ファーストテイクでしょ。歌手ってすごいね。すごいすごいね。まあさっきガナリのこと学んだんで、このガナリスペシャリストの、そうなんですよ、2人ですから。そうだ、楽しみ、もし聞きたいこともいっぱいあるんで。そうだ、そう、さっきおしやさんの動画、はい、チャンネルでですね同時に上がってるんですけど、はい、ガナリの解説させていただいてて、結構ね細かく教えていただきましたね。結構いい動画だと思うんですよ。いい動画だと思うんですよ、ね、そう、それもぜひちょっとご覧いただきたいんですけど、それのちょっと流れを組んで、はい、この動画、一緒に見ていきたいなと思いますんで、ぜひ最後まで、ご覧くださいということで、このチャンネルでは、日々発声関係の動画、ボイトレ関係の動画発信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、じゃあいっちゃいましょう。いやね、この曲そもそもむずくて。そうですね、私もカラオケで一回挑戦したことあるんですけどあるんですか？あの採点企画で挑戦したんですけど、あ、そっかそっかそっか、そもそも出ない点数、あ6ぐらいがマックスなんで。あ、でもすごい、さすが、消しまくなんかもうゴミみたいな。いや、煽られてる。難しいですね。難しいですよね、はい、そもそもなんかちょっと土台が高い音じゃないですか、ずっと。確かに、しもう音程も結構上下するし、ね、上下するし、なんか裏声も出てくるし、息するとこねえし、ねえし、なんかそうだし、あとねこれ原曲もうかなるんですよ、結構。なるほど、そうなんですよ。で、この今回のお二人、ズマさん、ユーリさん、はい、めちゃくちゃかなりうまいじゃないですか。そうなんです、だからこの二人がどう調理していくのかっていう、はい、ここ見どころなんで、ぜひ見ていきましょうと。お願いいたします。お願いいたします。じゃあスタートしちゃいますね。お願いします。いきますよ。じゃあお願いします。お願いします。斬新。お、ね、アコースティック、はい、すごいね、ギターで。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探す。まずね、はい、ズマさんが来ますけれども、もうガナリ聞こえますよね。もうね、早速、はい、登場してるし。どこら辺ですか？じゃあちょっと一回追ってみましょうか、はい。思い出すのは君の歌、会話よりも、ここもちょっと入ってるね。そう、さすが、普通聞こえないですよ、こんなの。いや、ほんと一瞬ですね。一瞬よう聞こえましたね、一発で。続きですか？いいですよ。もう鮮明だ、どここれ目もそうなの？なんか、なりそうみたいな感じっすね。鮮明ぐらい入ってちょっと絞りつつあるぐらい。そう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 、稼働しつつあるみたいな。はいはいはい。さあ、もう稼いだでしょ、さっきやった。さっきやりました。さっきやった。いや、マジすごいな。おい、言ってしまったの。うんうん、ノーはこれ入って感じ。入ってますね。いつも探すんだよ。すがね、ちょっと入ってるかなと。いつも探すのすが、いつもうん、すんだよーぐらいかな。あれ、ちょっと注目ポイントもう一個前にあって、ぜひ。いつも、うん、もうが抜くんですよ。あー、はいはいはい。ガナリってどっちかというと、こう、絞る系です。絞る系です。寄せる系ですね。ちょっと聞いて。どうしてる？いつもさ、ツボか。ツボから抜いてる。抜いた系と、絞る系がどっちも入ってるのが、やっぱズマちゃん。自由度高い。自由度高いな。アクロバットだな。素でなんか5割ぐらい抜いて、もうで10割抜いてください。そう、じゃんけんでグーチョキパー以外に、はい、なんかいろいろ使ってく、こういうの使ってくるみたいな、そういう感じ。すごいわ。例えがすごいです。今日例えたがる。じゃあ、例えたがる。例え成功率半分ぐらいだ。打率低く。打率低く。めちゃめちゃ。一郎より高いから、次。あ、ゆうさん。
君の歌歌いはロックが鮮明だ君に合うんだよ、ずっと見ていたいよ。あね、これね違いますね。これさ、ガナリの種類的には違うんですか、ズマさんとユーリさんが作ってるのは。おおむね一緒だと思うんですよ。あ、はい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 、ここは、はい、まあ、いわゆるちょっと細かい系のガナリじゃないですかね、はいはい、割とこの前の方に響くような感じのタイプ。やっぱ違いますよね、歌い方ですね。歌い方がそもそもやっぱり何リズムが違う。違いますね。ブレスが違う。なんかユーリさんパキパキしてますよね。パキパキしてるね。ちょっといいですか、うん、もちろんです。ダイブロー雲が鮮明だ君に合うんだよ、うん、なんか君に、うん、そう君に似合うね、なんか君え N をうまくそうかましてるような感じが、ベベベベベベベって感じ。そう、なんか特殊な発音もあったし、ボボボみたいな、ボウォーね、カオガカボガカボガカボガみたいな。でこっちからリズム出るもんね、カオガだとのめとしたのが、うん、そう例えて言うなら、うん、なんかこうこの動画で何回切れがいい、あの刀刀がユーリさんで、あ、なるほどね。ズマくんのがまだ柔らかいです、ね、柔らかいっすね。今のところね。そうっすね。あの、わたあめのような。そうっすね。わたあめ対刀。タイになるんですかね。の、うん、コラボレーションですね。確かに確かに確かに。ふわっとしてる感じですからね。進めて進めます。あ、刀がもう、クスって。これ柔らかい。うん。うわっ、うん、うん、うん。夢の刀入れてきた。ここでね。そう。どっちも使ってくるんです、ね。そうですね。ズマさんこうやっぱゆったりゆったりって感じで。一度また綺麗。綺麗。二人ともパレセットが。サビ。綺麗。綺麗。これは？これがなりましたね。結構。これさ、そもそもさ、B とかでしょ。C でしょ。高いのよ。C なんです。まだでしょ。そう。まだ消えない。しかも最初鼻抜いてない？あ、抜いてました？そんなことしてる？綺麗。まだやってるわ。まだ綺麗のこれを一瞬でやってるんですよね。しかも一発でやってる。しかも裏声の後ね。そう。あ、そう。ほんますごいっすよね。すごいな。さすが。トライ。トトン、フートン、スイトン、ドトン。大トン全て使いこなす全部あプロフェッサーと呼ばれたあの3代目ホカゲのような男自分のチャンネルよりいいしてつきあってすいません OK 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 すいません、うん、はいっすね。うわユリユリさなんかビブラートプラスガナリアル。あマジっすか。珍しいですね。そのパターン。珍しいですよね。珍しいです。え、どうすかガナリプロ的な。ガナってた。ちょっと待ってください。はい。こことかう、この後、うーから。この後。あ、うーって。そう、うー。なんかビブラートしながらガナリってすごくないですか。ちょっと揺らしてるんですよね。だから普通のビブラートと使い場所は異なるはずですね。なんですかそれ。おそらく。なんか割とここで書けるって、おしやさんちなみにどこで書いてます？喉頭全体が揺れるタイプ、大きいタイプ。俺もそうなんですけど、ガナリだとそれむずいんじゃないかな。歌うちょっとむずいかも。それか、うん、ちょここタイプだ。ここか、ここか。あ、宇多田ヒカルさんタイプ。あ、そうなんですね。あの、細かい系のビブラートって、うん、ここの緊張で書けるやつじゃないですか。そうですね、確かに確かに。僕の感覚としてはなんですけど、確かにここではあるんですけど、ちょっと体の補助も使ってるんですよね。みたいな分かります？みたいな感じかもしんない。ううこれだ、これだ、こっちこっち、ううこれに、ううあ、ちょっと止まっちゃうんだな、これすごいんだよな。だからそうなんですよ。例えて言うなら、あの柔らなんかいろいろやってるぞ、ここ。うん、強いんだよな。あ、もう一個いいっすか。お願いします。ね、まとかなって、まあとかな、まあとかなって言葉ね、言葉、ね、発音ってあんま抜けにくいじゃないですか。ああああああ、はとかファとかって抜けやすいじゃないですか、うん、ああなるほどね、うん、は、そう、ファよりはま、ま、な、なの方が確かに確かに確かに引っ掛けやすいじゃないですか、うん、そこってやっぱガナにもノリ良くなるんですよ、はいはいはい、はい、基本的に。で、ゆりさんのこの歌詞のとこに今なとかまちょいちょい出てくるんですけど、やっぱそこガナにちょっと分厚めに入ってる感じ、ちょっと聞きたいしますね。分厚めガナにね、ちょっとね、
まずね、まずここ、今のな、しかもゆりさんのな結構絶高いっすよね。なみたいな、うん、えとあの間みたいな、なんかなーじゃないっすよね、うん、なーっすよね、ですね、なーじゃないっすよね、そうね、あれだ、ライオンキングと一緒だ。なーこれだ、すべんにゃー。そう、でも落ちるとなーなんか落ちるとこうじゃないですか、ね、ライオンキングですね、ゆりさん。こっちですね、シンバ、シンバプンバ、シンバプンバハクーナマチャラ愛のメッセージ。人のチャンネルそう。ヨもいいっすね、ヨもいいっすよ。思い出すのも君がいたギターも抜き方抜いて忘れられないんだよ。あ、これね、ヨー、そうなんすよ。これなんすか、これ何、なこれズマさんのこれ結構特徴ですよね、なんかね、ちょっと巻き舌プラス、うん、下の方全部こうやってこうして、なんか音自体は割と僕の予想ですけど、うん、割とこのここに響かしてる感じというか、ちょっともう一回聞いていいですか、はい、もう一回聞いていいですか、ね、次か、君がいて忘れられないんだよ、いやーですよね、こうなってるな、ほっぺのあ、ほっぺなってました、ここに多分ね、乗せてるんですよね、いやーよーじゃないですよね、そうそうそう、よーやーやー、これよくやりますよね、やる、おしゃれ、おしゃれ、すごく個性的、確かに確かに、やっぱでもちょっとロック感出るんだよな、こうすると、なるほどね、だから僕もそうだよね、今のとこっすか、あがなりなんか、このこらえる系、あ、こらえる系ね、だからばそうですね、おでよくやりますよね、割とね、多いね、まあ、これも近いっすよね、近い、今も近いし、ね、かっこいいな、ゆうりさんのモットの入り方いいっすね、ドライブ感が、うん、なんかもっとーなんか、うん、なんかすごい、ちょっともう一回聞きたいよ、これ、ね、もっともっとね、なんかいいっすね、なんかカクカクってかなもっとー、多分トがミュート長いんですよ、 T 音の前に L が入ってて、なるほど、もっとーこれね、そう、日本人苦手なやつね、もっともっとじゃないですね、もっとこう圧を空気かけるな、そう大丈夫っす、そうっすこれ入れてるんすね、これストップする、下そうストップするんですよね、これ真面目、ここで入れてるんだ、強いんだよなさあどうなんですか、ここら辺がすごいですよ、すごい柔らかい、これがすごいんだよな、これすごい、なんかズマさんとこのゆうりさんの息の流れ方の違い結構面白いかなと思ってて、ほう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 、なんかゆうりさんって結構パキパキスピーディーに一音一音結構息を吐き続けるというか、毎回吐き直す感じ、イメージとして、ズマさんの方がこうなんか雅な感じです、ね、雅でずっとなんか同じスピードで息吐いてる感じが知ってますね、まあ、童謡っぽくないんだけど、なんだろうな、うん、でも言ったらクラシックとかそういうの流れを組んでそうそういうこと、流れを柔らかいけどね、本当にそう、なんかゆうりさんの8割か7割ぐらいの息のスピードで、裏声も地声もミックスですけど、裏声も地声もミックスも全部同じ息の量でやってるようなイメージが、うんうん、かなりちょっと強いけど、うん、もうそれでも本当1割増えてるからぐらいの、わかりますわ、感じっすね、なんかね、次むずいぞ、落ちてくここむずい、過去は鮮明で見せたい、未来は繊細で過ぎてく日々には鈍感な君へ、あー、なんかやっぱいいんだな、落ちてく過去を鮮明で見せたい、ことでも若干寄せたよ、なんかねっとりしてません、ちょっと寄った気しますよ、うん、若干こう、ちょっと下強いんかな、うん、感じっすかね、なんか声の芯が強くなったというか、うんね、太さがちょっと入った感じ、若干雰囲気変わりましたね、落ちてく確かに、芯がちょっと重くなりましたね、そう、ちょっと重め、全然悪い意味じゃなくて、鈍感なーの、あー、いいっすね、こここれ何、ね、やばこれ何、これレこれレ、おかしいね、
法律に違反します。え、じゃあガナリ入って、ガナリ入ってるの、こんなの。さすがにちょっとクリーンっすね。そうかそうか、まあ絞ってはいるけどみたいな。そうそう、なんでこれ逆にここクリーンなのすごいな。すぐ確かに珍しいな。ゆうりさんのこのトーンちょっと珍しくないですか。確かにちょっと柔らかいっすよね、このトーン。柔らかいっす。なんかなんかね、確かに珍しいな。珍しい。よう一発撮りでこれやりましたよね。なんかゆうりさんって基本的に僕のイメージですけど、やっぱ結構ずっとこうがなりも入ってるのもあって、うん、裏声と地声パキって結構分けてると思うんですよ。確かに。そう、両方ストン地声裏声っていう感じだと思うんですけど、ここのトーンちょっと柔らかいから、確かにミックスっぽいですね。ちょっとミックス感あってかもしれない。地声、うん、上行く時って大体がなり込みの地声みたいな時ですもんね。特化が多い。ドとかドシャープ、ベテルギウスとかも結構ずっとがなってるじゃないですか。確かに。あのラスサビとか、ここはなんかねクリーン。確かに。すげえ珍しい。犬すごいね。ここズモさん笑っちゃってるかもしれない。そうですよ。ズモさんめっちゃ笑ってるからさっきから。大爆笑してますもん。三上げ。すごいな。すごすぎる。ここ全部がなってる、しかも。あ、おしゃれ。でこっちね。でこっちはガナリのレイですね。そうです。こっちは入れてくるってすごいっすね。しかもその後なんか、その後のガナリ重くないですか。この後、この後ズマガナリが。やば、あ、ほんとだ、だー、結構重いとこ入ってきます。結構弾いてる感じ。あーってなんで、そっちっすよね。そう、器用やな。ここもなんかコンビネーションっすね。これヨーとガナリヨーみたいな。ヨーあーね、あー、この組み合わせむずくないですか。合わせむずい、むずい。あーはい、もっとでもなんか奥に入れますよね。いやー、なんかいやー、前がなりなのに後ろに響き、そう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 、フートの螺旋手裏剣みたい。わかんない。ナルト、ナルト、うん、あー、いよいよ、なんだここいいな。ここの高低差気持ちいいですね。これズマさんの端結構特殊じゃないですか。これまた高い位置が高く聞こえます、僕からすると。めっちゃ上に飛ばしてるように聞こえますけどね。ああ、うん、ああ、ね、でもガナリが入ってますね。なんかね、なんかね、ね、どんぐらいかな。すげえ上ですよね、とりあえず。上も下も広くないですか、なんか。あ、そうですね。ねえじゃなくて、な、な、そっかそっか。ちょっとこうか。あ、そう。こうか。ちょっとああがちょっと強いのか。な、なのかな、四角い。ああ、もう一回それ踏まえて。確かに。四角い、まずいかみたいな。確かに。うわむずっ。これね、なんか上だけになっちゃいますね。そう。こっちになるか、うん、こっちになるかじゃなくて、うん、あーなんか。上下どっちも開いてる。すげえ。まあ、基本無理だと思うんですけどね、この発声でこの音域いくのって、ね。確かに。この楽器持ってるからでしょうね。まあ、間違いない。それはね。喉というか、共鳴腔というかね。それはありますね。息切ってる。そうっす。まあ、ゆうりさんも大概、ね、大概です。これ二人大概おかしいんですよ。いや、おかしいっすよ、まあ、普通にその発声ではその音域はそのバランス保てないみたいな。本当にそう、本当にそう。綱渡りのね、本当にそう、綱渡りになっちゃうところを普通に歩いてね。ゆうりさんとかまだ地声で行くのみたいな感じで、そこ行けるんだみたいな。そうそうそう、飛んだけど行けるんだみたいな。そうそうそう、まだ残してたんだみたいな。そこそこ飛び渡れるんだみたいな。そう、すごいなみたいな。すげえ馬力ですよ、ここね。体ね。あーね、ゆうりさん結構こういくなーね、なんかこれでアタックつけてるんですかね。体やっぱ使いますね。裏声の時多いイメージありますね。なるほど、祈りな、なるほど、なんかイメージ。だから最近思うんですけど、まあ、ゆうりさん、うん、ギター持ってる時と結構違うんですよね、歌い方。大森さんと一緒っすね。あれもそうかも。そうか、もちろんみんな違うんですけどね、アイメンも違うし、まあまあ、みんな違うんですけど、まあまあ、結構ね、やっぱ使える部位が増えてくると、そうか、アタックの付け方がやっぱよりこう、多くなってくるというか、ギターのこれがないから、そういけんのか。でもギターでもやってますね、ここら辺でね。あ、やってますね、やってます。バケツさんポジションみたいな、やってますね。ここら辺でコントロールしてますけど、こうやってますね。前が広くなるんで、よりね、こういうちょっと派手なものも増えてきて、そっか、重心移動できるようになるんですね。手を伸ばして、すげえな、ずっと同じだ。眠くないまだね、そんな
と同じ、でもこれもまた四角いですよね。確かにね、ズマの確かにこのこれね、四角すごいな。これ普通滑舌悪くなるじゃないですか。なりますね。ダダダダダダダ。でもユーリさんもならないし、ズマさんもならないし、ならない。なんでなんだろうな、微妙にね。ユーリさんの方が下が強いですね、なんか。あ、こっちですね、下側が強いかもしれない。ズマさんはなんか上優位でそれを下に持ってきてるイメージが強いかもしれない。あ、なんだね。で、ユーリさんは逆かも、下優位かもしれない。うん、かかる、あんな気がする。手を伸ばして、こっち生成な気がする。こう、なるほどね。鼻も抜いてるし、めっちゃ抜いてる。あ、いいなぁ、あ、一緒。美味しいな、美味しいな。なんだよ、それ。あー、おしゃれ。うわ、あー、抜くな。いや、よろしい。いや、やった。あだすさあ。さあ、ということで、はい、見てまいりましたけども。素晴らしい箇所です。素晴らしい。これ一発撮りっていうね。確かに信じがたい、マジで。で、やっぱこうなんかがなりのプロ二人が。うん、コンビネーションというか、そう、欧州感もすごかった。欧州やばかったですね。原曲とはね、違う感じでガナレを使ってたんで、そうです、そうですね、そうですね。見応えがありました。いや、素晴らしいし、このボイストレーナー2人、マニアックな、この視点。いつも1人だったら止めないとこあるもんね。あります、あります、あります。そうです。ここいっか、みたいなのあるけど、単語なる人もいたと思う。長くなってたらごめんなさい。いや、もうありがたいです。コラボさせていただいた、お知らせのチャンネル概要欄に貼っております。よろしく、ぜひ登録。お願いします。ぜひ登録よろしくお願いしますと、はい、で、僕のチャンネルもぜひまだ登録お済みでない方はぜひよろしくお願いします。高評価もしていただけると嬉しいですということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのチャンネルではがなり解説しますんでお願いします。バイバイみんな。